警察によるとこのアメリカ人はおととい東京にある神社明治神宮で鳥居に爪で傷をつけた疑いがあります。 鳥居の高さ1メートル30センチぐらいのところに5つのアルファベットの傷がありました。 アメリカ人は65歳で家族と一緒に日本に来ていました警察は遊びで家族の名前を書いたと考えています 警察によるとこのアメリカ人は傷をつけたことを認めています。